はい、こんにちは。スワシュワスです。クレジットカードを使わないようになってから1ヶ月経ちました。基本的に現金しか使わないようにして。で、そしたら、で、直前のクレジットの明細を見たらですね、1万8千円だったんで、で、なんか明細が反映されるのに結構3日4日とかタイムラグがあるから、おそらく、まあ、2万弱、1万9千円ぐらいかなと思ってるんですよね。今回、来月引き落としされる、その明細がですね、クレジットの利用料金みたいなのが、なんだっけ、いろいろと、だっけ、分割払いの最後の6500円と、あとなんだろう、向こうの和室、夏合宿で、一時的に住んでた和室アパートの、電気、ガス、水道の残りの支払いとか、あとなんだっけ、あとなんかあった気がするんだけど。まあ、とにかく、そういうツケの払い、ツケ払いで、とにかく、1万いくらあって、で、それがなくなれば、いよいよそのクレジットなしで完全に、あ、でもい、ああ、そっか、固定費があるのか。LINE もが2700円で、で、YouTube プレミアムが1200円で、あとは、ガラケーの、電話、通話しか使ってないガラケーが1200円ぐらいか。まあ、なんだかんだ、デフォルトで1万円ぐらいは飛んじゃうから、それ以外で何も手つけないでいれば、クレジットカードの明細は、本来だったら1万円ぐらいで済むはずなんですよね。そうそう。で、やっとその状態に持っていけるなっていう感じですね。はい。いや、現金で戻ってみて、ATM でこう、ちまちまとお金、現金を下ろしに行くことが増えたんですけど、まあ、もともと10年前はそういう生活してたし、なんかね、結構効率悪いことしてるけど、まあまあまあ、なんか思ったのは、やっぱ後払いで生活してると、自分の稼ぐ能力以上の消費をしてしまいがちなんですよね。なんか、その目の前の欲しいもの手に入っ、その後払いで手に入っちゃうし、外、あの食べ物とかが、ごちそうとかも、後払いで先に食べれちゃうから、そうそうそう、自分の能力以上の贅沢をしすぎて、で、どんどんね、そのツケが後から来るっていう感じなんで、現金で生活してると、その通帳に入っている金額通り、その金額しか絶対に使えないから、後払いとか関係ないし。だからその貯金額が減ってくると、あ、そろそろ抑えた方がいいかなって、こう、自分の行動をセーブ、制限す、制限する、できるようになるし、そうそう。そういう意味でかなり節約になるなって思いました。現金生活って。ちゃんと自分の実力とか、自分の財力が、こう、ダイレクトに見えるんで、あ、もうそろそろ俺は贅沢しちゃダメだなって、こう、危機感をちゃんと教えてくれるから 俺はね、そういう感じで、まだまだまだ、生きてた方が無難だなって思いました。はい。そんな感じです。でですね、最近ちょっと、ショート動画とか、動画のね、勢いが 落ちてるんですけど、本当すみませんっていうか、ちょっとね、でも、次の課題っていうか、まあ、もう決まってるんですよ。まあ、皆さんもね、まだ作ってないのって感じなんですけど、例のパラダイスのフルコーラスを絶対完成させるし、あともう一つ、歌ってみた一つやろうかなと思ってるのが、地球儀ですね。この間俺映画見に行ったんですけど、公開初日に。地球儀俺、そんな、ね、高くないし、音程高くないし、高い音は全部裏声だから、これいけそうだなと思って。あと、歌詞の世界観とかもなんか好きだし、ちょっとね、ちょっとこう、虚無、ちょっと虚無感に浸りながらも、虚無感に浸りながらも、少し、ほんの少し前向きになれるような歌だなと思って、地球儀やると思います。まあ、とりあえずこの2つを直前の目標にして、目標というか、ノルマにして、頑張ろうと思います。
いやー、なんか最近ね、もうちょっと、なんでしょう。くたびれがね、ちょっと詰まって、溜まってきてる。いやー。ほぼ原因はクレジットの、俺の使いすぎ、贅沢しすぎと夏合宿で疲弊してしまったのが、またツケが来てるっていうのもあるかな。やべえな、これ。年末まで引きずりそうだな、なんか。なんかなー。急に接近するします。今テーブルに突っ伏してます。ああ、どうしよう。今日もちょっと動画更新しないかも、休むかも。ちょっと今休眠期です。クマさんは寒くなると冬眠するんです。クマさんです。な感じですね。ショートトーク。いや、なんか、下ネタもね、まあ、まだまだ浮かぶっちゃ浮かぶんだけど、なんでしょう。ちょっと一段落したかなって、正直思ってます。なんか、攻めたものっていうか、まあ、その、バンされない程度の、超超グレーゾーンな下ネタソングっていうものを、こう、作るのにも、結構そろそろ、限界が来てるんじゃないかなって、はい。どんぐらい作っただろうね、ほんとね。何百個は作ったと思う。うん。その1600個ぐらい動画ありますけど、そのうちの半分くらいは多分下ネタなんじゃないかな。そうそう。だいぶね、作りまくったから、そろそろなんか、別の路線って言うとあれだけど、まあ俺もね、そろそろ何か変わらなきゃいけない時期なのかなと。変わるというか、新展開を迎えるべきなのかなと。現状維持は衰退ってよく言うんですよね。同じこと続けてでも、ねえ、ダメかなって最近思い始めて。まあ過去の動画は、下ネタ、ね、いっぱい作ってきた下ネタ動画は、これからも見れるし、また何かの表紙で急に注目を集めるかもしれないから、まあ、そうしたらまたね、やった。また俺のボーナスタイム来たと思って、また調子に乗ってなんか、新しい下ネタ、ソング作りまくったりするかもしれないけど。まあでもちょっと、最近結構行き詰まり感、下ネタ、可愛い下ネタソングもちょっと行き詰まり感感じてますね。まあ、ここいらで普通にね、真面目な歌ってみたをやって、ちょっとね、気分転換に少しは真面目な師走モードになってみると、また、あ、やっぱり、真面目な歌は窮屈すぎるわ、って。またふざけちゃおうって。多分ね、その繰り返しだと思うんだけど。2。そう、あとたまにはその合唱じゃなくて、普通のなんか、オリジナル曲とかも、久々に作りたいし。ポップスね、ポップス、要はポップス的なやつ。作りたくもなってる。作るの大変だけどね。まあでも俺は結局、音楽しか、やることないから、やることないっつうか、歌しか、興味ないし、やりたくないし、なんとかそれで生きていかなきゃいけない。それで、飯を食わなきゃいけないという心境ですね。目かいいわ。花粉かな？最近目かいいんだよな。鼻水も出るし。くしゃみも結構出る。花粉のかも、花粉かもしれない。キモクセイがめちゃくちゃ香ってる時期だ。バイク走っててね、めっちゃプーンって匂ってくるんですよ。いい匂いだと思うんだけど、正直俺ね、ちょっと甘さの強い金木犀のあの香りね、正直ちょっと苦手なんですよね。なんかほんのり香ってくるぐらいがちょうどいいかな。鼻に近づけて、ギャグみたいだけど、鼻近づけて直接ふんふんって嗅ぐと、おきつい、ああちょっと やばい、おってなる。なんか香水の原液をこうね、直接嗅ぐみたいな、なんかそんな、それぐらいのちょっときつさがある、俺には。まあなんか人それぞれね、ほら、あるじゃないですか、好みの匂いとか。
まあ、俺はね、基本的に、石鹸の匂いと、あとシトラス系の匂いと、あとハーブ系の匂いが好きかな。皆さんは何の匂いが好きですか？あとね、あとガソリンの匂いとか、薬局の匂いとか、好きかも。自分の脇の匂い。いい匂いじゃないけど、でもつい嗅いでしまう。あと、股間の匂いとかね。股間の匂いとか、肛門の匂いとか、つい嗅いでしまう。いい匂いじゃないのに。なんか安心するんですよ。落ち着くんですよ。自分の匂いって。獣臭、獣の名残かな。原始人の名残かな。こんな感じで、ちょっと雑談動画撮ってみた。なんかネタがないもんで。いや、ネタはあるけど放置してる。さっさと作れって感じなんだけど。まあちょっとね、なかなか一人でね、モチベーション維持するのは難しいっすよ。だから皆さんにたまにはこう、ケツ叩いてもらわないと。なかなかね。一人でモチベ維持はきつい。いや、今までの人生がさ、こう、なんだろう、外っていうか、他人から何かを指示されたり、指定されたり、なんかこう、期限をね、設定されたり、課題を提示されたりして、で、それに取り組む形で、今まで人生やり過ごしてきたから、そう。他人から課題を与えられたり、期限を与えられたり、その、限られた環境とかを与えられないと、なんか行動できなかった。あとはその、比べる相手ね。そのなんか、集団生活とか、比べる相手とか、同級生とか、そういう環境、俺って結構その、そういう数人競う相手が、競うというか、数人の競う相手がいて、初めてやる気が出るのかなとか思ったりして。まあ、定期テストとかそうじゃないですか。クラス20人ぐらいいて。そう。20人ぐらいいて、周りがやってるから自分もやんなきゃ、みたいなね。いざこういう風に自由になってみると、別にやってもやんなくてもいいし、その、成功するしないも自分のやる気次第だし、稼ぐ稼がないも自分の、その、やりたいかやりたくないか次第だから、なんでしょう、こう、30超えてからね、今までの人生と全然違くて、もう、とにかく主体性が大事な、主体性で生きないと何も起こらない。何も人生に変化が起こらないっていうフェーズが始まってるんで、なかなか適応、まだまだ適応できてねえのかなって、思いますね。あとなんか話したいことあったかな。そんな感じかな。ブーブーブー。まあもう俺もね、今年あと2ヶ月で33歳で、ね、気がついたら35とかさ、36、37、40代迎えちゃうから、そんな、のんびりしてられないんですけどね、本当は。やばいよ。顔とか健康とか、どんどんね、そのガタが来るし、衰えてくる。今が人生で一番若い時期。だから、そう、早く行動して、早く出世した方がいいんだけど、なんかのんびりしてしまうんですよね。なんだろう、こういうの、なんかね、最近知った言葉で、認知的不協和っていう言葉があって、そう。なんかお金を稼ぐには働かなきゃいけないけど、働くのは辛いみたいな、その、分かってる、なんかその、なんでしょう。要はその、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいい、自分のしたいことをやりたいことと、それをするには自分が嫌なことしなきゃいけないっていう、この、なんだろう、矛盾を抱えている状態を認知的不協和っていうらしいんですけど、なんか、ちゃんとそういう自分の辛さとか悩みに、ちゃんと名前がついてると、すごい安心しますね。あ、そっか、今の俺の状態は認知的不協和なんだっていう、ちゃんとこう名前を与えてくれた先人に感謝ですね、ほんと。ね。そのありふれた悩みであるっていうことが、すごくこう、
安心感というか、ありふれた悩みだからこそ、まあ別にそんなにそんな深刻に思わなくていいかって、多分多くの人が抱えてる悩みだろうしっていうね。なんかそういう、なんだろう、多くの人と同じだと安心するっていう感覚がまだあるね。結構、オンリーワンでいたいとかあるけど、なんだかんだお前、人と同じ方が幸せなんじゃんっていう またそこも矛盾ですね。まあ、そんな感じで、下ネタ歌ってるやつが、こんなしょぼくれてますよ。32歳男性、これからどうなるのか、俺の人生。まあ、動いてないと何も始まんないから、動きます。何かしらね、変化が起こると思うから、ね、そのひょんなことから何かが始まるんですよね、人生って。で、そのひょんなことが始まるには、何か自分からアクションを起こして、何か自分からこう、種まきっていうか、ちょっかいを、どっかしらにちょっかいを出しておかないと、何も始まんないんで。まあ、ちょいちょいね。まあ、探り探り、いろんなことに手出してみようかなと思います。ですです。そんな感じ。やば !17 分経ってしまった。はい。そんな感じ。まあ、これからも頑張るから、見守っててね。ふぅ。まあ、とにかく、今俺、壮年って言ったじゃないですか。青年と中年の間、壮年っていうらしいって。とりあえず、中年を迎える前には、成り上がってみせるから。よ。よろしく。頼む。どうか。シュワス王子。キングオブシュワス。シュワスザキングを、応援よろしく。以上。バイバイ。またね。ピース!にゃ。お尻。